東京カラーソニックグローイング。セブミとは12歳です。僕には9人の兄弟がいます。今何時だと思ってるんだ。門限は6時と言っただろう。カングラ君、守る意味ねえルールはルールって言わねえんだよ。そのやり方が許されるのは100年前くらいの昭和とかじゃない？ごめんね、俺がわからないところが多すぎて春日に教えてもらってたんだ。よっしゃ、昼からハンバーグ食いてえと思ってたんだよな。あ、こっち来るな、ぶっ飛ばすぞ。俺は虫が嫌いなんだよ。僕も君のこといらないよ。さよなら、頑張って一人で生きてね。俺たちの戦いが始まるんだぞ、来いよ、一緒に敵をぶっ飛ばすんだ。人に物を頼むときはそんな態度じゃ通らないよ。最低でも敬語を使ってお願いしますくらい言いなよ。僕はこの家族がとっても大好きです。